お姉ちゃん、今いいかな？ちょっと話したいことがあるんだけど。ユミ、ごめん。その話はまた今度でいいかな？今、それどころじゃないの。夫のケースケが消えて大変なの。え？ケースケは月曜から全然帰ってこないのよ。何度連絡しても出てくれないし、LINE は既読無視。今日会社に連絡してみたらね、先週から会社に来てない。こっちこそどうなっているのか聞きたいって。もう何が何だか分からなくて。だからごめんね、話なんて聞ける状態じゃないの。落ち着いてお姉ちゃん、そういうことなら大丈夫。ケースケさんのことは心配しないで。え？ちゃんと別れてきたなんてやっぱり嘘だったのね。ちょっと彼のスマホがうるさいからおかしいと思ったのよ。あのユーミー、ケースケのことは心配するなってどういうこと？あなたケースケの居場所や情報知っているの？知ってるも何も、ケースケさんなら私と一緒にいるわ。先週からずっと私と一緒にいるの。は？どこにいるかは教えられないけど、そういうことだから安心して。今日連絡したのもそのことについてだったの。お姉ちゃん、私ね、ケースケさんと結婚するから。何ですって？だからケイスケさんと離婚届を出しておいてくれないかな。じゃないといつまで経っても私たちの婚姻届は出せないのよ。どういうこと？ユミ、あなたは急に何を言い出すのよ。姉の旦那と結婚したいって、しかも先週から二人で一緒にいるって。いきなりこんなこと言われても混乱するよね。でも全部受け入れるしかないんだよ姉ちゃん。ケイスケさんの運命の相手はこの私だって。私とケイスケさんの愛の炎はもう誰にも止められないの。は？お姉ちゃんにはずっと黙っていたけどね、結婚式で一目見た時からケイスケさんのことが好きだったの。そして彼もその時に私に一目惚れしたんですって。もう少し早く出会ってれば結婚なんてしなかったのに。ケイスケさんはいつも私にそう言っていたわ。ちょっと待ってよ、じゃあ二人は結婚式の時から付き合っていたの？結婚式の二次会で告白しちゃった。もちろんすぐに OK してくれたもんね。信じられない、私と永遠の愛を誓い合った結婚式の二次会で、お腹に自分との子供を宿した新婦がいる二次会で、そんなところで新婦の妹と付き合い始めるなんて。ずっと隠れて付き合ってきたけどもう限界なの。お姉ちゃんも一級が明けて職場復帰するんでしょ？なら一人で子供ぐらい育てられるよね。もうケイスケさんがいなくても大丈夫だよね。ふざけんじゃないわよ。二人とも今すぐこっちに帰ってきなさい。駆け落ちするならせめてけじめをつけてから。医者料と予約費を払ってからどこにでも行きなさいよ。そんなの払っていたら楽しい新婚生活は送れないじゃない。こっちは友達や親族と縁を切るハンデを背負うの。だからお姉ちゃんもそれぐらいハンデを背負ってもいいと思うな。はぁ、それじゃあ私たちは幸せに生きていくから元気でね。ケイスケさんのことは私がお姉ちゃんの分も幸せにしてあげるから。彩佳、俺と復縁しよう。タクトももう小学生になって大きくなっただろうな。お前たちに会いたくて仕方がないよ。は？タクト、俺のことを覚えているかな？いや、覚えてなくてもいい。思い出はこれから作ればいいもんな。失った5年分、家族3人で濃厚な時間を過ごしていこう。いや、急に何？いきなり連絡してきたかと思ったらそのテンションは何なのよ。あやかこそ、そのテンションの行くさ、何なんだ？せっかく俺がお前たちのところに戻りたいって言ってるのに。もう少し嬉しそうな返事はできないのか？嬉しいわけないでしょ、この浮気野郎が。いきなり消息不明になったかと思えば、妻の妹と駆け落ちして、妻と子供を見捨てて5年間も連絡がつかなかったのに復縁しよう？何バカげたこと言ってるのよ。あんたには運命の相手のユーミがいるでしょうが。それが、ユミちゃんは俺の運命の相手じゃなかったみたいなんだ。だからそのうち別れるかもしれないんだよね。は？それでやっぱり俺の運命の相手は彩子なのかもって思ってさ、タクトのことをすごくいっぱい育ててるって聞いたよ。それってやっぱり俺の子供だからだよな。俺のことが好きだから、まだ未練があるから、だから子供を俺の代わりに大事に育ててくれているんだろう。バカなこと言ってないで、とっとと養育費だけでも送ってきて。
それじゃあこれで失礼します。え、どうせユミとくだらない喧嘩でもしたんでしょ。そんなことに元妻を巻き込まないで。あんたの顔なんて二度と見たくないんだよ。待ってよ、綾香。親とも友達とも縁を切ったから、このままじゃ地元に帰れないんだ。お前と復縁するしか俺には道がないんだ。いや、そんなの関係ないし。とっととユーミと仲直りして、駆け落ち生活を楽しみなさい。楽しめるかよ。ユーミちゃん今病気を抱えているんだぞ。性病人とどう仲良く暮らせって言うんだよ。え、ユーミが病気に？一体どういうこと？実は俺も詳細はあまり知らないんだ。ユーミちゃん俺に病気のことを隠しているからさ。でもここ最近は頻繁に病院に通っているし、通院時間も長くなっててさ、今月に入ってから半日ぐらい病院にいるんだよ。え、そんなに？きっとものすごく重い病気に患ってるんだよ。夫の俺にも言えないような病気なんて、きっと不治の病なんだ。思い切ってどういうことか聞いてみなさいよ。もしかしたらあんたの勘違いかもしれないじゃない。聞いて寿命が事実だったらどうするんだよ。知ってしまったら俺がユーミちゃんの面倒を見ることになるだろうが。そんなの俺絶対に嫌だからな。は？重病人の面倒なんて重すぎるだろ。あれはそのため駆け落ちしたんじゃない。そのためにお前たちを捨ててユーミちゃんと結婚したんじゃない。要は駆け落ちするほど深く愛した女だけど面倒事は嫌ってこと？好きな人が病気になっても寄り添うのが愛だと思うけど、キャスケはとっとと元妻に乗り換えて逃げていたってわけか。そんな言い方しなくてもいいだろう。でも事実でしょ。病人なんて見捨てたいって思ってるんでしょ。そりゃ闘病生活を応援してあげたいけど、そんなの現実的には無理だって。治療費がいくらかかるのか知らないし、俺にはそんな稼ぎないし、貧乏夫がそばにいても足手まといになるだけだし。あんたがこちらに戻ってきても足手まといになるだけよ。え、親兄弟や友達を捨ててまで駆け落ちするほどの愛なんでしょ。今こそその覚悟を見せてみなさいよ。姉ちゃん、いきなりでごめんだけど、話があるんだけど。ケイスケさんのことだけど、お姉ちゃんに返してあげようか。え？いや、駆け落ちからもう5年。最初は楽しかったけど、だんだんすれ違いの日々でさ、ぼちぼち別れを考えてるんだよね。それによく考えてみると、私の運命の相手じゃない気がして、やっぱりケイスケさんはお姉ちゃんとお似合いだと思うんだよね。いきなり連絡をしてきたかと思えば何を言い出すのよ。実の姉から奪ったくせに、返品希望ってふざけないで。そんな怒らないでよ。5年かかったけど返してあげるって言ってるんだから別にいいじゃん。愛国も父親がいると嬉しいだろうし、僕は素直に喜んで返品されちゃってよ。は？それで、実は返品ツールにお話があるんだけど、ケイスケさんを返す代わりに、ちょっとだけ私からのお願いも聞いてくれたら嬉しいな。随分と遠回したおねだりをしてきたわね。さてはこっちが本題でしょう。さすがお姉ちゃん、びっくりしないでほしいんだけどね。実は私、腎臓病になっちゃって、ドナー提供者を探しているの。だからお姉ちゃんから、ぜひとも腎臓を分けてもらいたいなーって。腎臓病？しかもドナー提供ってそこまで重病なの？検診結果を無視していたら、あっという間に数値が悪くなっちゃって、今月から透析も始めちゃってるんだよね。透析？だから半日も病院にいる日があるのね。お医者さんの話じゃ、腎臓は一つ失っても大丈夫なんだって。だからお願い、腎臓とケイスケさんを交換して。そんなのいきなり言われて了承すると思った？しかも病気のことや臓器の交換のことはケイスケはすでに知っているの？まだどっちも知らない。でも大丈夫、私がどうにかして彼を説得するから。そう、まだ教えていないのね。愛と命、どっちを取るかすごく私も悩んだの。でもやっぱり命あってこその愛だよね。だから私、覚悟を決めるよ。夫を返すから今すぐ腎臓ちょうだい。5年かかったけど返してあげるんだから、お姉ちゃんも嬉しいよね。じゃあ私も5年考えさせて。え、5年も消えていた夫を返されても困るのよ。でも確かに子供のことを考えると悩ましいし。というわけで、5年ほど私の返事を待っていてくれるかしら。何を言うのよ、お姉ちゃん。5年だってそんなに待っていられないよ。その間どんどん明
し、こちらとしてもすぐに答えは出せないわよ。やっぱり5年くらいは検討の時間が必要ね。意地悪言わないでよ、姉ちゃん。どうせ駆け落ちのこと怒ってるんでしょ。だからそんな意地悪を言うんでしょ。意地悪の一つも言いたくなって当然でしょ。私と息子から大事なものを取り上げておきながら、次は臓器を取り上げようなんて応募すぎるわ。だからケイスケさんは返すって言ってるじゃん。駆け落ちのことも全部謝るからさ。お姉ちゃんが腎臓を提供してくれて治ったら全部謝るよ。だからこれも考えるなんて言わないで。まさか謝罪一つで臓器をもらおうと思っているの？謝罪一つって心を込めるんだからいいじゃない。それにケイスケさんも帰ってくるんだし、これも考える必要はないよ。新まみれ大変だろうし、とんととケイスケさんと再婚しなよ。私参考してるから新ままじゃないの。子供だって素敵なパパに懐いているんだからね。え、だからそんな彼と離婚してまで浮気男と復縁するなんて、メリットなんてほぼないように見えるけど、一応考えないとね。これ5年ぐらいは悩む時間が必要だわ。嘘でしょ、ちょっと待って、お姉ちゃんって再婚していたの？ね、実はちょうど1年前に素敵な人と出会って家族3人で楽しく暮らしているわ。そんな、じゃあケイスケさんのことはもう必要ないの？未練とかさ、そういうのも全然ないの？いや、ないわね。だからいっそ腎臓はケイスケからもらったらどうかしら。臓器提供って血のつながりもない家族からでもいいみたいだし。そんなの無理だよ。まだケイスケさんには病気の話していないんだよ。なのにいきなり話して臓器くださいって、そんなの絶対に断られるよ。それならもうバレていたよ。え、所詮まだ知らないけど、お前病気に患っていることには気づいているわ。だから私のところに戻りたい、病人の世話なんてしたくないって、そうケイスケから連絡が来ていたの。嘘でしょ、私の病気で気づいていてそんな連絡を。あんたが隠しているのをいいことに乗り換えようとするなんて本当にひどい夫よね。一度でもあんな人と結婚していたことが恥ずかしいわ。そんな、待って、ありえない。ケイスケさん私のことを見捨てようとしていたの。私の腎臓提供は申し訳ないと思っていたのに。だからお姉ちゃんに頼んであげたのに。あとは夫婦間でしっかり話し合いなさい。それじゃあ私は晩ご飯の準備があるから。ふざけんなよ、彩香。なんで再婚なんかしてるんだよ。お前には俺が言うだろうが。ユミから聞いたんだろうけど、そういうことだから。タクトも新しいパパに懐いて毎日幸せなの。そんな男より、子供には実の父親の方がいいに決まってる。だったらそんな奴は別れろよ。そして俺とやり直そう。ふざけたこと言ってないで、愛する妻に腎臓提供してきなさい。どうせ病気のことも全部説明されたんでしょ。まあ全部聞いたよ。臓器提供も頼まれたよ。でも俺は絶対に腎臓なんて渡さないからな。え、愛する妻を助けたいと思わないの？助けてあげたいけど、腎臓提供ってなんか怖いだろ。お腹を切ったら血も出るし痛いだろうし、そんなの無理。俺がそういうの苦手なのお前だって知ってるだろ。そういえば指のささくれでもしょっちゅう泣いていたわよね。お前が臓器提供を断ったせいで、そのせいでユミちゃんが完全に俺の腎臓を狙ってるんだ。どうしてくれるんだよ。断ってなんかいないわよ。私は5年ほど考えさせてくれって言っただけ。そんなのほぼ断ってるようなもんだろ。しかもお前、俺が復縁を迫ったことをバラしただろ。そのせいでユミちゃんはさらにブチギレ。病気と夫に裏切られたジョークで縁になりそうって、家中のものは壊し大暴れするし、ついさっきまで警察が駆けつける大騒ぎだったんだぞ。それ全部あんたのせいじゃない。私に責任を押し付けないで。お前のせいでもあるだろう。余計なことバラしやがって。いいから早く腎臓を妹にくれてやれよ。お前にとってたった一人の妹だろ。女の妹でもなんでもないわよ。ケイスケと駆け落ちした時点で縁は切ってあるんだから。そんな、駆け落ちしたせいであんたたち二人にはもう頼れる人なんていないわよ。だったら男として夫として覚悟を決めな。たった一人の家族として妻を助けてあげなさいよ。最悪、ケイスケさんたら私を置いて逃げやがったわ。え、どうせから帰っ
ってきたら荷物がないの、連絡もつかないし絶対逃げた。でも一人じゃこんな大体のこともできない人だし、きっと女を使って逃げたのよ。じゃあ5年後くらいに復縁しようって連絡が来るかもね。それまでの大きく頑張って、きっと帰ってきたら腎臓を提供してくれるわよ。そんなの待っていられないから、ねえお願いお姉ちゃん、本当に心から謝るし全財産全部あげる。だから私に腎臓を提供してください。私病気なんかに負けたくないの。大丈夫、病は来たら。実の姉から夫を奪うような強さを持っている人は病気には負けないわ。え、だから安心して闘病生活を頑張りなさい。姉のユミは執念で女と一緒にいたケイスケを見つけると、そのまま病院に連れて行き、臓器提供の同意書にサインをするようケイスケを恫喝。しかしケイスケは、絶対に嫌だ、お前なんて上手かったから乗り換えただけ、病人のお前にはもう勝ちじゃないと逆に離婚届にサインするように恫喝。両者互いに譲らず、ついには取っ組み合いの喧嘩を始めてしまい、二人ともまとめて病院で禁止となってしまったようです。そしてその後、二人はしぶしぶ地元に戻り、私に臓器提供してくれる人はいませんか、俺と新しい人生を始めてくれる人はいませんかと駅前で人に呼びかけては断られ、二人で慰め合う日々を送っているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。